ございます。おはようございます。はい、カモンマテリアル、はい、マテリアルのおせかめゴロです。カムイの日浦です。よろしくお願いします。はい、ついにおはようございますですよ。はい、はい、爽やかなモーニング全然爽やかじゃねえな朝からおっさん2人がね、あの顔をガンクに揃えて並んでるっていうね、なかなかあのきついあれですけども、はい、皆さん、今日からですね、配信が、金曜日の晩だったのが、土曜日の朝に ね、はい、配信スタートがね、変わってます。まあ、あの別に朝に見なくてもいいの で、夜になってから見た方があの具合がいいという人は夜になってから見ていただいてもいいんですけども、はいはい、そういう形になっておりますので、今日からおはようございますという形になっております。でですね、はいはい、でですね、買ったんですよこれ。わかります、これ、これですわ、これですわ、これですわこれ、はい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 、ね、はい、これですね。そう前回ね、この間の前回ね、はい、あのワイヤレスのイヤホンがすごくいいよっていう話だったんで、はい、僕も買いました、はい、ね、めっちゃいいじゃないですか。いいんですよこれ、だからあの何コードレスなんで、そうですね、ね、でこれもあのほら充電式なんですよ。充電式 のそうでしょ、これが充電できてて、はい、でこれに差し込んだら充電されるっていうね、はい、すごいいいんですけど、はい、いいんですけど、これね、耳こう入れるでしょ、はい、入れるでしょ、で入れてて、はい、でこれがこうやってましたって、こう下向いたらボロンって落ちるんですよ、はい、なんで落ちるんですか、合ってない。いや結構きつく差し込んだりとかもしてんねんけど、はい、落ちるんですよ。気にしてます。うん。あ、でも形的にはそんなに。そうでしょ。そういやで右と左でね、耳の穴の大きさがちゃうらしいから、それも調整して違うやつ、はいはい、大きさ違うやつつけたりとかもしてるんですけど。もうなんかずれちゃう。落ちるんですよね。で今日も実はあのここ来るときに、はい、あの収録自体はあのすいません朝じゃないんで、あの夕方からの収録なんで、はい、日暮れ始めてるでしょ。始めてる時にこうやってこいてたらポロンって落ちて、おいって慌ててチャリンコ止めてあれ車道じゃなくてよかったみたいな、うん、ねえ、ポロンと落ちて車ペチンって言ったら、もうね、本当なんとかしてやって言うてたら、あゆさんがあのなんか何これつないで後ろでこう、うん、あの線でつなぐみたいな、線っていうか紐みたいなんでつなぐやつありますよって言って、はいはい、教えてくれよ、マジでってそんなんあったんやって、やっぱりなかったら怖いよねっていう。こんなどこに繋げれるんですか、そういうふうに繋げるものがあるんですか、ね、あるみたいですよ、あの多分なんかあのこうあカパッとはめるようななんかがある、うん、はめるかなんか、あ、こういうのが怖いね、落ちるね、落ちますね、これが怖いねそうそう、だからあの、うん、片っぽだけポロンって落ちてくれると怖いじゃないですか、でも、はいはいはい、片っぽ繋がってたらこう引っかかってくれるから、はいはいはい、まだいいねんけど、これはちょっとなかなか、なんていうんやろう、あの部屋の中やったらいいけどそうです、ね、外歩いてる時とか、ね、どっか行っても分かんないですよね、そうそう、満員電車で落ちたら最悪でしょもうこれあ、最悪ですよ、最悪むっちゃ想像しましたそうあーって感じでしょ。まあなんかそこからドラマが生まれそうですけどもあの、まあ、ちょっとだからそのあゆさんに教えてもらってちょっと探そうかなと思うんですけど、はいはい、うん、それ探したら一回一回これ外してここ入れなあかんからね、あ、確かにねどういうつなげ方か分かんないですけど、うん、多分無理やと思うんで、はい、ちょっと面倒くさくなるっていう、結構面倒くさいかもしれないなってちょっとだけ思ってる感じです、ね、まあ、毎年車で落とすよりはマシです、ね、かなりマシまあそんな感じなんですけども、はいはい、今日からですね、はい、前回、の配信の時にも予告してましたように、はいはい、番組のね、まあ、あの時間も移動したんですけど、うん、コーナーもちょっと新しいコーナーというかメインのコーナーを、ね、はいはい、新しくしようということで、はい、今回からですね、プレゼン、はい、これいいよとかこれ大好きみたいなのを、人がやってきて、はい、ね、このマテリアルに人がやってきて、その人がプレゼンをする、うん、何でもいいですよね、何でもいいです、何でもいいです、自分の好きなもんでもいいし、例えば自分でお店やってたら自分のお店の PR でもいいし、 yes 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 で歌歌ってる人やったらもう歌いに来るっていう、はいはいはい、そんな感じでもう全然どん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 自分の好きなもの、うん、自分の言いたいことをここでプレゼンしてもらう、はい、ああいいですね、でそれだけやったら思んないかな、うん、あ、プレゼンする、あ、そうプレゼンして、それではいよかったねわーやったら
なんか面白くないじゃないですか。あ、そうですね。面白くないじゃないですか。やっぱ反応がやっぱ欲しい、ね。欲しいですよね。欲しいですよね。まああの千差万別いろんな反応があると思うので、はいはいはい、ぜひその反応をちょっとこの番組の中でもね、あ、リアルに作ってみたいな。そう、あ、ほんなら僕らが、そう。まあ今まああゆさんと高橋さんいっぱいあるので、うんうんうん、まあ一応今4人で。はい、まあ、来てくれたら、うん、僕ら4人が何かしら判定する、はい、そうですね、あ、それもいいかもしれない。そうなんですよね、視聴者代表みたいな、ね、そうまずは判定する、そういうことですよ。で皆さんはどう思いますかっていうのはまあ皆さんでね、もちろんこうやってリアクションしていただいても全然構わないんですけど、うん、はい、そういう、いいですね、うん、やりたいなと思います。どう判定、そう、プレゼンを判定ですか、うん、そう、うん、面白くないですか、まあ、丸か、あ、面白いか面白くないか、あ、いうことですか、丸か、はい、面白い、でも自分のアピールですよね、うん、何が言いたいか分かるか分からへんかみたいな感じですよね。ああ、そうそういうこと、そういうこと、そういうこと、そうですよね。最終的にこっちに伝わったか伝わってないかっていう話、ね、ああ、そうですね、プレゼンなんで、はい、まあ、客観的にもうありかなしか、あ、え、いいっすねそれ、それありっすか、つれえなこれ、ちょっとものすごいな、自分の歌歌いに来てなしって言われておおってなんかつらいな、なかなか100か0か、うん、ありかなしか、いや、そうやっぱりそれぐらいの緊張がないと面白くないですから、そうそうそう、はい、真剣にやるときは真剣に、そう、はい、ありかなしかですよ、いいっすね、いいっすね、はい、はい、あの番組のコーナータイトル決まりました。ありかなしかです。タイトルまでカモンマテリアル、ありかなしか、ありかなしか、ああいいですね、はい、まああのどんどんですね、そういうプレゼンをしに、はい、うん、このマテリアルに、まあ、来てほしいと、まあ、カモっていう意味で、はい、まあ、このコーナーやっていきたい、ありなプレゼントプレゼンを信じて、そうありだと信じて来てください、はい、そうですね、なしかもしれませんけどありだと信じてください、まあ、なしでも映るんですよね、あ、もちろんあ、それつらいな、モザイクかかる、それつらい、なしになった時点でバッとモザイクできますけどね、はい、なんかその時のノリでやってみますかね、それね。ね、なんか面白いかもしれない、うん、はい、ということで、はい、第1回目なんですけども、はい、第1回目はすみません、私の方で、あ、日浦さん、とりあえずどんなことやるのかなっていうのが分かんないとね、一発目は、うん、じゃあとりあえず今日は3人が、はい、そうですね、判定員ということで、はい、ということで、はい、ではすみませんお二人、はい、はい、判定員として、はい、はい、まず判定員、はい、で今決まったばっかりなんで、ありかなしかとか何もないんですけど、はい、あの、まあ、これかこれかなんかそんな感じになるんですよ、ちょっと大きくなるので、はい、はい、これかこれかっていう感じですね、はい、ということでよろしくお願いします。はい、それでは一発目の、これ時間とか決まってるんですか、何分ぐらい、ああ、そうね、あ、だから10分ぐらいか、10分以内、10分かな、はい、それもタイマーかけましょうか。はい、超えたらちょっとあのダメみたいな。はい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 、失格なんですね。失格。十分超えですね。今時間決めたから。十分でいいですか？十分、はい、十分で、はい、十分大丈夫です。十分大丈夫です。はい、これを十分、十分なってます。これがなったら何までに終わってくる。はい、了解です。はい。はい。一応まあ3分前ぐらいになんか言いましょうか。はい、お願いします。はい。はい、じゃあ準備の方よろしいでしょうか。はい、大丈夫です。はい、じゃあありかなしか、はい、じゃあありかなしかプレゼンよろしくお願いいたします。お願いします。はい、スタートします。はい、はい、ということで、日浦明宏が今日皆さんにプレゼンしたいのはですね、この人です。じゃん、この人ですね、この人ですね、はい、はい、この人ですね、はい、坂本龍馬です。はい、まあ、坂本龍馬はですね、なんと11月15日に生まれて、はい、11月15日に亡くなっている、あの誕生日と、亡くなった日が同じというね、まあ、なかなか世の中にいない方なんですけども、はい、まあ、満31歳で亡くなっているんですけども、まあ、その間ですね、実は後年の5年ぐらいだけなんですよ、彼がすごい、あの歴史の表舞台というか、歴史の舞台の中で彼が大活躍したのは後年の5年ぐらいで、25、6歳の時までは、まあ、要は脱藩浪人で、うん、あのしかもですね、土佐藩の中で、あのすごいこう下級武士なんですよ。土佐藩で上司と下士って上下に分かれてて、で上司っていうのが、関ヶ原の戦いの時に、東軍についた、あの徳川軍についた山の内家の侍、うん、
で下士っていうのが関ヶ原の戦いで敗れた側の、長宗我部家の侍が、うん、あの下っていう風になってて、もうこの身分差も完璧に分かれてて、あの何がひどいかっていうと、上司の前では下駄は絶対履けない、晴れの日でも下駄はダメなんですよ。下士は上司はあの晴れの日は下駄履けるんですけど、下士は絶対ダメっていうすごい差別的なあの身分制度が土佐藩の中にはあったんですね。でその、その身分制度の中で、なんと坂本家、坂本龍馬の坂本家っていうのはもともとは斎谷屋さんっていう、商業をやって商売をやってたお家なんですね。でその商売をやってたお家が、その、まあ、家氏、まあ、豪氏という言い方をするんですけど、あの里、あの郷里の郷って書いて、はい、であの侍の氏で豪氏っていうんですけど、この豪氏の、株を買ってで侍にならはったんです。で豪氏坂本家っていうのの、まあ、あの何代目かの中で坂本龍馬が生まれてくるんですよね、はい。で今も実はこの坂本家、つながってまして、今10代目当主っていう方がいらっしゃいます、はい。なんですけども、でその、坂本龍馬なんですけどね、だから身分制度の中ですごい嫌な思いしてるわけですよね。でだから、この身分制度おかしいよね。でしかも当時勤王っていう言葉がすごく流行っていて、要は天皇の下では侍ってなんか徳川家が上とか下とか言ってるけど、あのみんな平等じゃないの、うんうん、俺たちはみんな天皇家にあの仕えてるんであって、徳川家は天皇から命令されて将軍やってるだけやねんから、別に徳川家の家臣じゃないやん俺らみたいな話にだん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 幕末になると話がなっていくんですよね。でその時に、龍馬が、まあ、幕臣であるあの勝海舟の弟子になっちゃうんですよね、はい。 でアメリカとかは実はすごいんだぞっていう、その身分制ってそんなもんないぞみたいな、はい、いう話を聞いたりとかして、まあじゃあ日本ってなんかもうちょっと古くないみたいなんで変えていこうという流れになっていくんですけどね。特にその、龍馬の場合はその土佐藩の身分制度の中で、あの下士上士ってこのえげつない、だっていまだにね山の内侍と長宗我部侍はいまだに喧嘩してるんですよ一緒の席で飲みたくないっていうぐらい高知県の中では本当にそういう状況があるぐらいなんですよね。で、そういう身分制度の中で生まれ育った、坂本龍馬が、まあ藩をまず脱藩して、うん、勤王の活動をやりたいということで、やっていく流れの中で、まあ、勝海舟の弟子になり、神戸の海軍総連所っていうところで、塾頭をやり、で海軍の技術を身につけて、で、まあ、最終的にそこが潰されちゃうんで長崎に流れていって亀山社中を作り、それが海援隊になっていくっていう流れなんですよね、なんですよね。で、その中でですね、今日僕が本当は言いたかったのは、まあ、だいぶ時間食ったんですけど、言いたかったのはいろは丸事件っていうのがあるんですよ、はい。でこのいろは丸事件っていうのが、前にもちらっと言ったんですけども、あの、海援隊が、大津藩というところから借りた、船の名前がいろは丸で、このいろは丸で、いろんな積み荷を入れて初航海をしました。で長崎出港して、下関の方から、瀬戸内海の方入って鞆の浦沖に行った時、慶応3年の、4月かななんですけど、その時に、ちょうど和歌山紀州徳川家の名工丸というのがやってきてて、でそれとぶつかって沈没で沈没してしまった、いろは丸の賠償金を、まあ、紀州徳川家に請求したというのがいろは丸事件談判っていうことの、まあ、概要なんですね、はい、概要なんですよね。で、まあ、まあここ上を曲折あっていろいろあるんですけど、最終的には、これが、日本の我が国の国際法を基盤にした、海難事故裁判の第一例ということになっています。だからあのこのいろは丸事件談判というのはその世界では
一番最初の事件なんで、めちゃくちゃ有名な事件です。はいはい、でその談判の本格的な談判、あの下交渉とかは下っ端がやってるんですけど、あの、土佐藩の重役と紀州徳川家の重役同士が話を始めたその場所っていうのが長崎にある正福寺っていうお寺なんですね。でそこには、当然坂本龍馬もいれば、土佐藩の重役である、後藤象二郎とか、あるいは立ち合いに仲買人というか仲介人としての、薩摩藩の五代友厚ですね、はい、というのが、その岩浜の事件談判の状況なんですよ。でそれが行われたのが長崎の正福寺っていうお寺なんですね、はい、でそこに、坂本龍馬の銅像を建てようという運動を私が、今年ちょっとずっと頑張ってまして、はい、クラウドファンディングで、まあ、100万ちょっと集まったんで、今回、11月15日坂本龍馬が生まれて亡くなったその日に、奉納除幕式というのを長崎で、やらせていただくことになっております。はい、というお話なんですよね。で来週再来週、これ、7日配信、来週ということになりますね。はい、ということでございます。はい、ということでございます。はい、まあまあそのなんていうんですかね、まあ、僕としては、もっともっとこの龍馬がね、実際にそこにいた場所ってなかなかね残ってないんですよ。残ってないです。あの京都の須谷さんとかいろいろあるんですけど。はい、あの須谷さんも場所は確かに残してあるんですけど、うん、建物はちょっともう変わっちゃってるというか、うん、再現されてるっていう状態でそのまんまの形で残るのは多分正福寺さんぐらいなんですよ。でそういう龍馬の辿った足跡っていうのを、うん、僕はちょっと残していきたいなという活動の一環として今回、正福寺で、坂本龍馬像を建てさせてもらったっていう、うん、まあ、まだ今建ててる最中なんですけども、ちょうどね今台座の基礎工事が始まったと。うん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 、今日から始まりました。はい、という感じなんですけども、今後もですねこういうその坂本龍馬っていうその稀有な、まあ、ある種英雄、幕末の英雄ですよね、はい、が、辿った足跡っていうのをね、保存していく活動っていうのをやっていきたいというふうに思っておりますということでございます。はい、はいはい、ありがとうございます。はい、はい、ちょうどはい、9分16秒はいはい、はい、ちょっと40秒ぐらい余ってますけど、はい、はい、ということでございます。はい、ありがとうございました。はい、はい、それでは今日のプレゼンの、はい、ありかなしかの判定を、はい、一発目下してみたいと思います。はい、一発目、はい、ちょっとこれどういうふうにやるのかはちょっとまたいろいろやっていきたいなと思います、うんうんうん、そうですね、まあとりあえず今日はね、はい、とりあえず今日は、ね、はい、はい、じゃあありかなしか、せーのでいきますか。はい、はいはい、いきます。それでは今日のプレゼン、ありかなしか、せーの。あ、オッケーオッケーオッケー。ありがとうございます。はいはい。じゃあ、もうこれで、これで×ってしたら、本当に。いやいやいや。はい、ありということになります。はい、ありがとうございます。いや、すごい勉強になりました。いや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 、はい。あの、分かりやすいプレゼンで、本当に。いやいやいや。はい、もっと聞きたいなと思います、ね、はい、そうですね、まあ、あの機会あればどんどんね、あの、はい、なんか喋っていきたいなと思うんですけども、はい、はい、なかなかねでもねこの坂本龍馬の足跡って分かってるところもたくさんあるんですけど、分かってないところもたくさんある、はい、で分かってるところで残ってる場所もたくさんあるんだけど、うん、やっぱ建て替えやら何やら進んでたりとかっていうこともあるんですよね、はいはいはい、まあ今分かってるところに関して今後も残していけるようにね、頑張っていきたいなと思ってますんで、はい、皆さんもよかったらまたご協力いただければと思います。はい、お願いいたします。はい、はい、ありがとうございました。はい、ということで、ありかなしか1回目終わりました。はい、ではいつものようにいきますか。はい、あゆさん、はい、おはようございます。おはようございます。言わなかったもんね。そう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 、はい、行きたいと思って、はい、はい、今日も、店舗のお知らせに参りました。はい、はい、ちょっと言っていくんですけど、うん、毎週も走ることにしました。月曜日に、走るイベントを組み立てたんです、はいはい、チームラッシュで各週で走ってたんですけど、はいはい、まあ
走る距離はあまり変わらないんですけど、プチダッシュっていうのを作って、まあ、前は前回2日の日のプチダッシュ、はい、で、その後にゲームイベントのプチファイトっていうのをやってるので、はい、ちょっとね、組み合わせながら、両方コラボしながらっていうイベントの日を、あの月曜日にまた設けてますので、はい、はい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 、でそれが2日と16日と30日が、はい、プチラッシュ、プチファイト、プチラッシュファイトがあります。はい。はい、で、各週で、9日と、23日が、チームラッシュ、はい、チームラッシュがございます。はい。はい、で、10日がなんかやろうよ、大人の放課後ということで、学ぶ会ですね、はい。学ぶイベントですね。はい、語る会ですね。はい。がございますので、ぜひぜひ、はい、ご参加ください。はい、チームラッシュとなんかやろうよは、参加費無料となっております。うん、プチラッシュ、プチファイトに関しては、ちょっとね、プチファイトで、ドリンクとかもあるので、オーダー制とさせていただきます。参加自体は無料なんですが、まあ、オーダーを。はい、必ずしてください。してください。ということになっておりますので、はい、ぜひぜひご参加ください。はい、今週末、来週ですね。金曜日。落ち着け、落ち着け。13日の金曜日の、いつか見た映画の回がございますので、ぜひぜひお越しいただきたいなと思っております。はい、今回テーマが決まりまして、うん、怪しい彼女。おー、はい、はいはいはい。あの、日本版の方ね。そうね、はいはいはい、日本版ですね、はいはい。なんか4つぐらいあるんですかね。うん、3つか4つかあるんですね。はい、作ってるんですけど、日本版の方で、はい、語り合いたいと思っております。はい、パンチパーマになります。ただそうですよね、めっちゃ面白い。食べちゃんが、はい、面白いので、ぜひぜひ語り合いたいと思っておりますので、お願いいたします。はい、こちら参加費が1000円プラスバンブリング以上のオーダーとなっておりますので、ぜひぜひ皆さんお越しください。お待ちしております。はい、はい、じゃあ言い切りましたので、言い切りましたか。はいはい、はいはい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。はい、はい、では高橋さん、はい、はい、おはようございます。品川コミュニティの高橋修行です。よろしくお願いします。今日は朝にふさわしくない英語をご紹介してたんですけど、はい、今日はね、ちゃんとこの T シャツ見ていただきます。そうですね、これね、これやばいっすね。やばいっすね、これはあんまり手に入らない、ジェイソンばっかり急に並んでおりますけども、ね、今日は、来週が13日の金曜日ということなんで、13日の金曜日シリーズをご紹介したいと思います。これはジェイソン X ということで、13日の金曜日10本目の作品ですね。はい、1作目はですね、はい、1980年に第1作目が、はい、公開されましたね。はい、これアメリカでヒットしまして、日本はですね、夏休み映画ですね、公開されました。1作目はザ・ディブスとか作った監督ジョン・エス・カンニバルですね、が作りましたね。はい、です。ロックと X と2008年版の制作も行っている監督です。はい、で音楽はね、ハーリー・マンフレーディーっていう方で、8以外は全部その方が作ってます。実は、はい、BGM ですね。はい、でストーリーはね、まあ、皆さんご存知なんでね、あれですけど、これ全部がね、ジェイソンが犯人ではなくて、うん、1作目って実は、うん、ジェイソンの母がね、はい、犯人ということでね、それはこの、はい、スクリームのね、はい、1作目で電話がかかってきた問題で、ジェイソン、ジェイソンでね、ET で頑張った彼女がね、はい、殺されるということでございますね。アイスさんもこの間ね、間違ってましたけどね、スクリーム出たら殺されるという感じでございます。はいはい、今日はね、豆知識としては、2本、1だけ、先ほどの1だけがですね、はいはい、日本ではワーナーブラザーズっていうところが廃棄をしました。はいはい、1から8はパラマウント作品だったね。はい、そんで、ジェイソンのホッケーマスクは3からですね。はい、そうです。実はね、はい、そうです。2までは、2はセメント袋ですよね。で、これ、3が実は 3D になってまして、今の 3D ではございません。これアップしていただきますので、ね、皆さん、赤と青のセロハン用意してください。これ、パンフレットが立体に見えると思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、そしてですね、1だけがジェイソンで、犯人がジェイソンではなくて、5もですね、番外編なんで、実はジェイソン、E ジェイソンが犯人です。偽りのジェイソンが犯人です。なるほど、なるほど。はい、そして6はですね、だから5、
5のラスト前から始まる。その犯人はジェイソンじゃないから、6は結局、ジェイソンが生きていたということで復活します。はい、そうなんです。復活するんです。あれ復活した時みんなびっくりしましたけど、復活したんや。で、7はなぜかね、今日の6少女が出てきました。自殺した、事故で死んだお父さんを蘇らすために超能力を送ったら、ジェイソンが蘇ったというところで7が始まりますね。はい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 、で、ラストはこれ、まあ、1、2へのオマージュがあるっていうね。1では、まあ、ジェイソンが湖から出てきて、2では母親が出てきたんですけど、まあ、7は誰が出てくるかっていうところが、その1、2へのオマージュですね。はい、で、この8でニューヨーク行っちゃうわけですね、ジェイソンがね。それはちゃんと、7の続きになってるということです。で、9が、ジェイソンの命日という、ね、作品があるんですけど、もうこの時すでに、ね、一回心臓だけになってるんですよ。はいはいはい、でそれが何かこう食べた人がジェイソンになって、だんだんあのジェイソンになっていくっていう形でございます。はい、これ9だけがね、なんかね、あの映画会社が違いまして、はいはい、あの DVD が非常に、後の作品はだいたい1000円で出ておるんですけど、うん、このカナダは出てこないです。この9だけが何かもう、はい、何千になってますね。私はこれ1000円になった時に買ったので、はいはい、でも今廃盤で手に入らないと思います。はい、で9はアメリカ、9のこの命日はアメリカではニューラインシネマということで、うん、フレディですね、はい、エルムガイナックを作った会社がアメリカでは作ったので、うん、ならこういうフレディ対ジェイソンっていう作品ができたっていう、パラマウントではできないんでございます。はい、そうなんですよね。これ日本ではね、あのマリケン買うとね、あのどっちがどっち、あのジェイソン柄とフレディ柄がありまして、はい、マリケン降りた方が私らに買いましたが、どちらかでも良かったっていう作品でございます。はい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 、でこれ、2002年のこの先ほどの X1 で、あのまあ、冷凍保存されてたんで、もう宇宙へ行っちゃったので話でございます。だからもう話の続きはもうできないと思いますけども、2009年にリブリーとかマイケル・ベイ制作で公開されました。監督は、テキサス・チェンスを作ったマーカス・ミスペル監督でございます。これはだいたい1から4の、ね、編集版的に作っております。はい、先ほどのフレディ VS ジェイソンは、ザ・チャイルド・プレイのキャッチな花嫁を作った監督が作っているでございます。はい、そしてですね、1981年に新14日の土曜日という作品を、はい、作品されたということでございます。で同じ1980年になぜかですね、全然ジェイソン出てきませんけど、この13日の金曜日、女装という作品も作られております。他に殺人、キャンプ場で殺人を起こすというだけの共通点でございますけど、よろしくお願いします。はい、でこれ実は13日の金曜日なのに、アメリカでは347メンチリプートだけが13日の金曜日に公開されました。で日本では X とリプートのみが13日の金曜日に公開されたというて、1から9までのグラフは全然関係なく公開されたという、はい、変な豆知識でございますけど、はい、来週までに今日から1本ずつ見ていただくとちょっと間に合うかなこれハロウィン言いますけどね、ハロウィン終わったんでね、はいはいはい、今日は、今日からちょっと楽しみかな、ギリギリですかね、ギリギリですね、いろんなって見ると足りませんけど、はい、13日の金曜日です、毎日1本はい、ノルマ来ました。はい、はい、はい、ありがとうございました。はい、はい、ということで、エンディングでございます。はい、なんか今日もう山盛りですね。そうですね。なんか置き去られたって感じですよ。なんかもうしてやられた感がすごくあるんですけど。坂本龍馬の感じ。上からかぶせられてるもう本当に。すごい大決定。話こいこい。はい。まあ今日ちょっとね、今日から。おはようございますで始まるということ で、はいでねはい、また番組がちょっと装いを新たにしてる感じなんですけども、はい、そして、ありかなしか、ありかなしか、はい、はい、まあ今日は手前味噌でやってますから、はい、まあまあとりあえずはそのランディングっていう感じですけども、はい、また次回からですね、あの見てらっしゃる方で俺やりたいっていう人連絡してください。はい、はい、あの全然 OK です。別にあのお金取りませんので、はいはい、あのジュース飲んだら取られるかもしれんけどあの全然そのお金取ろうとかいうのでやってませんので、どんどん、お問い合わせいただければと。プレゼンしたい方、はい、プレゼンしたい方はどんどん来ていただきたいです、はい、カモンマテリアルということですので、はい、どんどんカモンしていただきたいなと思います。ということでちょうど時間になりましたので、はい、これで今日は終わりたいと思います。はい、はい、皆さん良い一日をお過ごしください。はい、ありがとうございました。